ああ、ただいま。ただいま。お仕事お疲れ様。ああ、で、何笑ってんだ。なんでかな。でも、なんだか嬉しくって。はあ、たく、相変わらずだな、お前は。まあいい。それより、お前ら、次に全員揃うのいつだ。つかさくんたちのこと？今週はずっと練習があるから、夕方ならみんないるよ。あら、もしかして、私たちのショーを見に来てくれるの？そんなわけあるか。仕事の話をするんだよ。え？仕事の話？ああ、お前たちに任せる宣伝大使の初仕事についてだ。あらかじめいろいろ説明をしておきたくてな。決まったの？やったー！みんな喜ぶよ！まだ最終調整中だけどな。説明なんて当日の現場担当にやらせりゃいいのに。いや、これはフェニックスワンダーランドのこれからがかかっている重要な仕事だ。それに M や彼らには大事なことを思い出させてもらった。今度は我々が彼らに誠意を見せる番だ。まあな。つうわけだから今回は俺たちが説明しに行ってやる。そのつもりでいろよ。はーい、ありがとう、お兄ちゃん。お、急に突撃してくんじゃねえ。ごめんなさい。それで、私たちはどんなところに行ってショーをやるの？あのな、決まったら説明しに行くっつってんだろ。いいじゃないか、翔介。別に隠すようなことでもない。詳細は後日、全員が揃っているところで話すが、海を望む浜辺のステージでのショーになりそうだ。海？やったー！やったー！あー、うるせえうるせえ。だいたいお前、臨海学校行ってきたばっかりだろうが。そのようだな。あれ？お兄ちゃんに話したっけ？いや、お前専属の着ぐるみから聞いた。え？着ぐるみさん？ああ、それで最初の任務地候補にちょうど浜辺のステージがあるからと翔介が。おい、兄貴。その言い方じゃ俺がまるでこいつのために場所を選んだみたいじゃねえか。はっきり言っておくが違うからな。ビジネス的な観点や統計、その他諸々を考慮して最も集客効果がある場所として選んだだけだ。そうじゃなきゃ宣伝大使を派遣する意味がないからな。なんだそのにやけ面は。勘違いしてんならデータ見せて。一緒に頑張れるのがすっごく嬉しいの。だから一緒に頑張ろうね、お兄ちゃん。ああ、そうだな。たく、それはもう分かったから、ガキはとっとと風呂入って寝ろ。はーい、みんなで海。たく、スキップまでしやがって。ここしばらく忘れていたな、この賑やかさ。俺は別に静かでも全然構わねえけどな。だが、M のあんな笑顔も久しぶりに見られた。きっ
俺たちが奪ってしまっていたんだな。今度はちゃんと守りたいものだな。家族の笑顔も、フェニックス・ワンダーランドを愛してくれている全ての人たちの笑顔も。そうだな。じゃあ、よし、俺が拾う。スパイクは任せたぞ。了解。どせこれはまた強烈なスパイクだったね。ハハハハ。ねえねえよ、避けてどうする。勝負にならんぞ。決めたのは M でしょ。っていうか、あんなの無理。腕取れちゃうから。いっぱい遊んだね。はあ、ビーチバレーに体力全部持ってかれて、もうクタクタ。ルカさんも結構はしゃいでたし、今頃世界で爆睡してるかもね。ビーチバレー、とても楽しかったです。お前が乱入してきた時は驚いたかな。うん、ネネロボちゃんがスパイクするとボールがキュルキュルキュルってなって砂浜にズベシーってめり込んじゃったり。おまけにジャンプフローターまで決めるとは、どうなっているんだ、まったく。ネネロボは僕たちのステージの貴重な役者の一人でもあるからね。いろいろできるのに越したことはないだろ。そうだ、ネネロボ、充電は大丈夫かい？残り 65% です。うむ、今日はもう帰ってショーの片付けをするだけだから、それでも十分だけど、念のためしばらく省エネモードにしておこうか。了解しました。省エネモードに切り替えます。おやすみ、ネネロボ。ねえねえ、帰りのお迎え来るまで少しあるよね。それまでもうちょっとだけみんなで海見てようよ。私もちょっと座って休憩したいし。いいよ、この辺なら波来ないよね。ああ、よかった。砂浜まだそんなに暑くない。えへへ、私ネネちゃんの隣。司くん、僕たちも一休みしようか。ああ、そうだな。こうして並んで座っていると青春みたいだね。ルイが青春とか言うと違和感がすごいんだけど、でも悪い気はしないかな。海綺麗だし。ああ、なんだかんだとバタバタしていて、ゆっくり海を眺める暇もなかったからな。うん、小さい頃にお兄ちゃんたちと海で遊んだ時のことを思い出すな。すっごく昔だけど家族旅行したことがあってね。その時はお兄ちゃんやお姉ちゃんとも一緒に遊んだんだ。へえ、今のお兄さんたちからは全然想像ができないけど。えへへ、ケイスケお兄ちゃんが海の生き物の図鑑を持っててね、それを見ながら4人で浜辺を探検したんだよ。
家には連れて帰れなかったけど、いっぱい見つけられて楽しかったな。確かに楽しそうなのは伝わってきた。まあ一部人事とは思えない場面もあったが。じゃあ M は結構家族で海来てたんだ。あ、うん、お父さんお仕事忙しくなっちゃって、家族旅行それから行けてないんだ。そっか。ねえねえ、みんなは家族で海とか行ったりした？僕はないな。小さい頃の家族旅行といえば、博物館や科学館を巡ることが多かったからね。どちらかというと川の方が多かったかもしれない。化石掘りとか宝石掘り体験をよくやりに行ったよ。おお、レイ君らしいね。そういえば見つけた化石とか宝石の原石とかたまに見せてくれてたっけ。じゃあねねちゃんは？海でしょ。何回か親に連れられて行ったことはあるけど、でも近くの海水浴場はすごく混むから市民プールの方がよく行ってたかな。うちもどちらかといえばプール派だったな。友人たちともよく遊びに行ったものだ。さっきもプールには入れなかったが、プールサイドで水の掛け合いとかはよくしたな。あ、サキちゃんその頃まだ体が弱かったんだ。まあな。だが海にだって行ったことはあるぞ。海が見える旅館に泊まって貝殻を拾って歩いたり、スイカ割りをしたり。泳ぎこそしなかったが、十分海を満喫できてとても楽しかったな。貝殻やスイカを持ってニコニコしてるサキちゃん、想像できるな。ああ、太陽に負けないくらいキラキラ輝いていたぞ。それにしても、揃いも揃って海での思い出があまりないとはな。けれど、今回の件でいい思い出ができたよ。そうだね。最後にはしゃぎすぎてすっごく疲れたけど、海も悪くないかも。また一緒に来られたらいいね。ああ、そうだな。